話変わりまして先日駅でぶつかりおじさんを見つけました、はあ、ぶつかりおじさんってあのよくニュースとかで見るいろんな人でぶつかって歩く人うん。はあ。でちょっとね僕はこれほんと相談というか反省というか悔しかったんだけどうん、まあ。おっさんが歩いて普通に歩いてるんだけどこう。 前からすれ違う女の人とかにバーンってぶつかるのよわざと <laughs> それさ普通に通ったらぶつかんないところちょっと横にグッとそれてぶつかるのえマジでいいのそんな怖い人でちょっとしかも本当に<お>何コツンじゃなくてバーンっていくからおわ、うん、ってなるし、うん、あと痛いし怖いじゃん何よりなんでぶつかられたのううで僕が見てる範囲で何人かとぶつかってたけど もう女性にしかぶつかってないんだよね。しかも、あとね、うん、スマホ見てる人とかにわざと言ってうん、うん、だから、多分その人なりの正義があると思うんだよね。あ歩きスマホを撲滅したいみたいななんだ。うーん、わか,かんないけど、でもそんな感じはしてて。うん、で、なんかその時に、いろいろ考えたけど、何もできなかったんだよね。で、ここで相談が、何を、何をできしたらよかったんだろうと思って。まあ、でも、あのー、普通に警察呼ぶとかの方がいいと思うんだよね。うん 夏目さんがそういう人に何か言うとね、それはそれだるいじゃないですか。そ,そ,それはそれ危険だしね、なんかね。そう、そうなの。で、うん、別に僕、そういう波風立たせたくないからさ、人生で。そうなの。それ駅だでしょ駅駅近くに駅員さんいたら、ちょっとあの人がみたいなのは言っていいと思うけど、ね。そんなさ、近くの駅員さんまでとことこ行ってる間にさ、その人は、しかもちょっと、うん、はちょっと早歩る気なんだよね。うんうん。どっか行っちゃうじゃん。 確保ーって言って直接理解すればよかった <laughs> それはそれでめちゃめちゃ危険だしねやめた方がいいと思うよ、うん、変な人にはまずね自分がまずその人と成長しないのは大事だと思うそう,そうそうそう、うんま、ずで,そうなので僕は結構そのスタンスなんだけど、うん、これでもさ我々は精神男性だから日本の、うん、そう言ってられるけど、うん、あれはなんか女性がだったら怖いしああいう人は 消し去りたいなと思うんだけどさ。いや、なんかなんもできなかったなと思って。まあでも近くに駅員んいたら呼ぶし、そうそう,そう,そう,そうたらもうどうしようもないよね。そうなのよね。ピンポン、うん、あれだ、今喋ってると思った。急いで、紙とペンで、とテープで、私はぶつかりおじさんですっていうのを背中に、ピタッいや、<決>それ前から来るからさ。<laughs> ああ、じゃあ、<laughs> 見えてないから。賢いな。あ後に分かるだから。<laughs> 言ってなんだよ私はぶつかるさん自己紹介 <laughs> そうそう,そう <laughs> 行ったーと思ったら、あ確かにそうだったみたいになるわけだから。<laughs> あれは何なんだろうな。いや、なんかそ、それか、<そ>さらに、あの何、何回り込んで、正面から遠くから写真撮って、この人がぶつかりおじさんですみたいな。ねいや、思ってたる警察に言うとか、なんかそういう感じ、うん、ツイッターとかでね。うん、まあ。ツイッターに流すのはまたそれはそれで、名誉毀損みたいになっちゃうから、危険だと思いますよ。<laughs> ね。 いやー、いいね。だかううだ軽々しく個人がね、人を断罪するのもよくないと思うんですよ。そうなのよね。すご<僕>私人、逮捕系 YouTuber がどうとか言うけど、あれあれよくないから、だから届けるのが大事なんじゃないですかね、普通に。自分のアカウントは動いてないから、いきなりドングリのアカウントで動画投稿されて。<laughs> びっくりするんだろ。V の <laughs>、ね。カウンですって。ドングリアカウントでさ。何してるんですか <laughs> <laughs> 文脈ぶった切ってる本当、ね、<laughs> その1個前になんかあの「買ってよかったもの」とか言ってんだよ CF とー更新しましたあたりぶつかりごとさんを確保しましたみたいになってさ <laughs> はあってなるじゃないですかはってなるそうなんだよねいやなんか別に何だろう正直僕はその正義感はないからなんか関わんない方がいいなって思っちゃう派なんだけどこれでもみんながそうなってたらそんなにハッピーになんないから うーんなんかいいほうったのかなーと思ってドンバンドンそんな人いるのほんといるのよはあなんかわかんないけどその「大丈夫ですか?」みたいなよろけてる人に助けるみたいな感じで押さえるとかふらふらふらして<ー>ますけど大丈夫ですかみたいなもう僕がやったのあれだよね「あなた何もしてないのにぶつかられたねあいつやばくない?」 っていう表情と仕草で、あなたに共感してる、どんな表情よ、それ。いやいや、なんかさ、あ痛そう、ああいつかなっていう、でそのぶつかられた人は、あ周りに見てくれてる人がいるっていう、ちょっとの安心感を、っていうの、あの、な力。細かい表情の、微力だな、本当やってたんだけどな。 だから、あの、3人ぐらいにぶつかってたから、僕3回ぐらい、うわっ、ぶつかられてる、あの人かなーっていう、あーやってた。ぶつかるおじさんの後ろで。コンビだと思われてるんじゃない普通にそれ。驚きおじさんが、後ろにいる。グッドコップ、バッドコップのコンビになってさ、ぶつかるやつ慰めるやつみたいな。二人組がいましたみたいになってんじゃない確かに、進行方向一緒だったからね。そう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 。 すうなんじゃねえみたいな。うんか。さあ、危ない。<laughs> そっか。気をつけよう。いや、でも、そういう人、まあ、たまに駅で迷惑な人見かけても。いや、もう、僕、離れちゃうんだよね。まあ、もう、車両を離れたりとかして。そう,そう、俺もそうする。めんどくさいことになるや嫌だし、だ今時ね。変な人多いからね。そう、しかも電車なんてもう、誰がいるか分かんないから、うん、なるべくかかんないようにしたい。それはそうなんだけどね。そう、でもなんか、それって、じゃあ、 ちょっっとやったもん勝ちすぎないいっていうね、うん、勝,ち別勝ち負けじゃ全然ないやんなくていいんだけどやりたくもないし自分が女性だったら嫌だからなあれは男には全然あの前から結構デカめな人とか来てもこう全然するして <laughs> そうなんだ,女性だそうだよね <laughs> だってねおろうって自分が <laughs> なんかあれだね <laughs> <laughs> 落下するものをどれを当ててくかみたいなゲームみたいになってんだよねその人の中で <laughs> そうやうそうそう,そう,そうだよ。おっさん避けるおっさん避けるみたいな感じで。 んな人ぶつかるみたいなさ。おっさんぶつかる、ああ、よろうってなったら僕が回り込んで、えぶつかりましたキョロキョロ <laughs> <laughs> ぶつかりおじさんの前にたくさんお,おっさんを並べるっていうのはどうすか <laughs> 準備しといて <laughs> こ。こいつは違う、こいつは違う。<laughs> そ,うそうそう。クソ、おっさんしか来ねえみたいにするっていう。で <laughs> ね。いやいやいや、そんな感じで。<laughs> どんどんど。 ドンブレフレオム,ームおはもにどうもメクですどうもルミですルミさんにちょっと相談ですうん最近男性のトイレでショーをするときに座れよっていうところ多くない、うん、多いねうんだからこれって10年ぐらいそうじゃないですかね、うん、でこれって 女性側には伝わりづらいけど、男性っておしっこするときに、まあ、基本立ってするのかな僕ら、両方対応してますからね。うん、そうなんです。水陸両用なんで。うん、で、ただ立ってやると、YouTube とかでもなんかいっぱいあるけど、跳ね返り、うんうん、この、例えば、なんだろう、その発射台が、また下何センチになるか分かんないけど、うん、まあ、じゃあ、また下。 また下にはないわ <laughs> 何。何よ <laughs> ま,たまた下にはないわ。間違えたわ <laughs>、うん。あの膝上、うん、膝上何センチぐらいのところにあるか分かんないけど、じゃあ例えば1メートルぐらいだとしよう。そんなとこにはないか。80センチぐらいだとしよう。うん、そこから水を落とすとすごい跳ね返るから汚れますと。すねうん、だからもう座ってするのと大違いですごく汚れるからうん、うん、みんな座れっていう風潮が世界一般では広まりつつあります。うん、なるみさんはどっち派派座るだね どこでもうん、うん、どこでもなんかそもそも座りたい何 <laughs> 疲れてる疲れてるからうんだからいの居酒屋さんでさ、うん、立つとこ座るとこどっちもある時あるじゃないですか、うん、どっち使ってもいいですその時、うん、僕座る方行きますねへえそうなんだうんあれでなんか僕ちょっと最近ずっと気になってるのはうん、うん いや僕結構立ってする側だったんだけど、うん、まあ座れっていうところでは座るし、うん、そこはまあ使い分けかなとは思っていたが立ってするときって足がちゃんとまっすぐになってるから、うん、そのまま全て出てんだけど座ってるときって足曲がってるじゃん、うんうん、で僕の場合まだ球がどこかに残ってる <laughs> 残,残玉があるんですね残玉があるはい、はい、あの残量がまだあるんですねそう、はい、ただ ふでもあの重をカシャカシャってやっても出ない。だから、立ち上がろうとするけど、立ち上がる、便器から立ち上がるというのは、ですねまず足に力を入れ、でおけつがちょっと浮く、そのちょっと浮くときって、太も大腿筋、あのお尻の筋肉ですね、ちょっと小電筋、まあお尻のところ、この太ももの裏の筋肉がくってこう力入って立ち上がれるんです。 太ももの裏に力を入れアキレス腱に力が入りなんですがこのタイミングになるとダダダダダダンって分かる言ってこと俺は分かるよそれあれさ座ってると残量ないように見えるけど立った瞬間残量がピュッてくるでしょはいはいはい分かる僕はねよくその辺りにいる黒髪マッシュであのいや おしっことか、そんな立って座るなんて考えられないみたいなこと言ってる、なんか MacBook かにカタカタやってるやつらに言いたい、うん。<laughs> 誰だよ、それ <laughs> <ない>。<laughs> コーヒーガリガリ引いてる人たちに言いたい。うん、あなたたちはその残玉はどうしてるんですかと。うんうん、それだってさ、何もケアしてなかったらあれだよ、あの立ってするより最悪なさ、<laughs> あの座るところにあのダ,ダダダダダダ、バーンってあのぶちまけていくんだよ。そうですね 残像兵が攻めてくるからね一気にしかも床とかさ、うん、なんなら自分の衣類とかにもこう自分の衣類にジャッてちょくりいくよね分かるそれはほら、うん、はいじゃああなたが何飛び散るからって言って出した飛び散りと、うん、あなたがそのダ,ダダダダダダン <laughs> 出したのどっちが飛び散るなんてなまあ結構あるけどこう何 ででポンとまで言うとパンパンパンぐらいようんパンってガドリング感打 <laughs> <laughs> い,<や>いやでもさあの立って吸う時の跳ね返りの凄さって結構夏目さん実感してない気がするねなんかそれあれだよね色つけたりすると実は向かいの壁まで飛んでますみたいなのあるよねあとさ僕夏短パンじゃないですかうんダイレクトに自分の膝に感じるよ跳ね返りを <laughs> マジで <laughs> 本当 <laughs> <laughs> ちょっと成美さんと距離を置こうかな <laughs> いや。跳ね返るよ自分の足にシャワーのように。<laughs> ああ、なんだろう感じたこと <laughs> あ,そうあれかな、成美さん結構毛で一個一個追われてタコって、うん、脳みそがそれぞれの足にもあるから手で、日間でいうと手伸ばして指先に脳みそあるみたいな感じで、うん、触って色とかわかんのタコって。へー えあれと一緒で、なるみさん、なんか、毛に、それぞれちょっとしね毛とかに全部、脳がある。<laughs> いや、でも男性で、普通にデニムとか空いてる人は、うん、ダイレクトに跳ね返ってきてるのに多分気づいてないと思うんだよね。うんはい、はいはいはい。はいそういうのあるかもね。夏場は完全な短パンスコーションで僕はそれを気づいてるんですよ。うん。だから結構、あの、立つとこも行かなくなった。はいはい。なるほどね。うん。で、その立座ってるときに、どうやってその残存兵を倒すかっていうと、うん、 本当ナ夏目さんの言う通りで、立ち上がった瞬間に、この太ももの裏側の筋肉が入ることによって、ギュッて絞り出すんですよ、残存を。うん、だ二2段階なんですよね、あれね。そう、今まで、閉店ですガラガラガラって言って、うん、はぁ、あ、閉店かよし、じゃあ店じまいするか開店ですってなるじゃん。いらっしゃいませあれは、どう、どうしてんの 座ったとき<ん>に終わったと閉店したと思ったら、まだ店内に人がいるんで、1人、2人。2> うん、そうなの。レジ閉めたけど、ね、まだ店内にすみませんす。すみません、ジャンプくださいそうそう、立ちお店の人いるんですよ。それを、ちょっと中腰になったときに、振り落とすんですよ。すうん、あ,あ中腰になってもまだお店は便器の中にある状態でしとく じゃあ,あ,れあのシャッター半分ぐらいまで閉めてるけどあっお客さんみたいなそうそう振り落とすのそれを <laughs> えっ中腰の段階でですねお尻をちょっと浮かしますそう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 、うん、吸でそのまますっていくとあのぶちまけるんだけど、うん、それしばらくそのお尻すってあげたところでちょっと待つとみんな帰っていくる<え>本当に待って待てそれさ、うん、ええちなみに僕はたまにやってるからわかるけど、うん それ、え座り、おしっこは座ってしますって言ってる人たち、みんな中腰になってるの <laughs> そうじゃないかな、おしっこするとき僕、結構、そこには段階を設けてますね。みんな中腰になってんのが、確かに、そのまま、普通に、<laughs> うん、終わったと思って、ズボンをこうとすると、店内散策した客がまだいるってなるから、そうそう、ジャンプくださいって言って、あの。<laughs> 何シャッターの内側から攻めてくるじ一 <laughs>、うん、人二人いるんですよ、必ず。いるいる。<laughs> だからすぐには完全閉店はできないですよ。どう何度も言うどうしてんのえ、何座ってる男性みんな中腰になってんのそれもなんかさ破綻してない <laughs> なんかその形のさ、便器作った方がいいでしょう。<laughs> あ、それは確かにそうだね。うん、それかさ、あの、 ガーッと上がっていくみたいな。そう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 。鉄の方面からガーッて。角度が急になって。<laughs> <laughs> そうそう。<laughs> で、押し出されるように立つみたいな。そう,そうそうそう。そういうのは確かにいいかもね。もしくはなんかもっとあの、なんていうの便器がこう、前面に反り立ってたら、うん、あの、残存兵たちが、<laughs> <laughs> 立ち上がったらもう大丈夫、全然大丈夫。でも本当、<え>確かに、座ってる時にもういないと思っ,た思ってはいけないですよね。 それさなんか僕たちどんぐりは最先端を走る有益なポッドキャストだからこういうことを教えてくれるけど、うん、こういうのって誰も教えてくれなくないだって僕らさ子供の頃って「釣ったってはいシーシーみたいなこと言われてそこ <laughs> までしか教えてもらってないんだよ、うん、でもさトイレってさ、うん、ほんとちっちゃい子ってさ、うん、基本座ってしててさ、うん、その後に「いや立ってやりなさい」って言われた気がするんだよね うんそうだねそれをまた戻されてんだよね今ねそうなのよねそうだよねこっちたら40年近くおいおいててたあの時俺3歳の時に立ってっったじゃんって思っそ、ね、さそうそうそう結構僕そのね反抗心あるようんいや教えてもらってません最初に教えてもらったのこれです <laughs> <laughs> まあでもまあ、この10年ぐらいは座った方が楽だなっていうふに思うけどねうーん そうなんだまあ楽なのは分かるし、うん、あのちょっとスマホはみたいなね例えばうん、うん、もうだしそう楽なのは分かるけどいやー<あ>お店にまだ残ってる人達どうしてんのかすごいそれはでもほんと注意深くしないとね大変なことになるからねそうだよね、うん、でもそれってさ<ー>立ってしてても同じことが起きる気がするんだよねいやそれがここ最近僕は結構検証してんだけど、うん、立ってしてると、うん、そのさ 足の裏の裏筋肉の変化はないのうんうんうんだから全部出てるか残ってるなら残ってるそのままずっと残ってるんだけど、うん、この座っててゆるゆるのところからキュッていくこれがやばいああ筋肉の入れ方に変化が起きるからそうそうだねうん体勢が変わると力の入れ方変わって残像兵が出てくるとことなのかあとされれあれじゃん、はいはい、むちゃくちゃ頑丈なパンツ履けばいいんじゃないの 給水みたいな賢いそれあれだねめっちゃ使えるかもしれないから漏らしちゃう赤ちゃんとかにもそれつけれた方がいいかも、ね、そうそう,そう,そう,そう、うん、うん、それいいねそれめっちゃいいからパンパーさんが開発したおむつっていう名前にしようか <laughs> <laughs> そうだねドドドドドンブレフム 全然僕教えてもらってなくて、うん、あの雰囲気で解釈してるんだけどトイレにこう大とか小とかをじゃーってやると、うん、タンクに水がじゃーって出るじゃんはいはいあれで手洗うの <laughs> あれで手洗うのはありですよねあじゃなくて、うん、みんなあれで手洗ってるらしいよ <laughs> いいんじゃないの別に違う違う違うあれ手洗うとこらしいようんそうだよねあれは綺麗な水が流れ自動で流れてきてうん しかもその横にタオルまでついてるじゃないですか。場合によっては。だから洗うところだよね。知ってた知ってた。てたえ、いつ知ったそれ。いや、形状的にそうだろうなと思った。家のトイレとか見てる限り。いや、洗面台あるじゃん。まあ、あるけど。でも僕、結局、洗面台で洗うかな。あれってさ、使ってる人いるのあそこで。い,やいるだろう。<laughs> いるよ。えあそこであの、手、ジャブジャブジャブって。うん、顔。 バシャバシャって言って、体まで洗わないよ。びっちゃびちゃになるよ。うん、<laughs> びっちゃびちゃになる。なる,なるえあそこでさ、手洗ったことある。あそこで手洗ったことある。あそこで手洗ってみ、もう、周りがさ。そんなさ、派手に洗わないじゃん。ちょっと手注ぐぐらいじゃないですか。あんなさ、何3 0チか× 1 0ンチぐらいのさ、うん、ところに、僕の手洗う、犬みたいに手洗うさ、<laughs> の僕をカバーしきれないよ。 でも、あれで済ませっていう場所もあると思うんだよね。僕、あれ、そこで手洗うとこなんだって知った時の衝撃はやばかった。なに <laughs> それ、最近なの最近とは言わないけど、完全に3時超えてからな、ねうん、あ、マジで最近じゃん。<laughs> <laughs> ここ5、6年じゃねえかよ。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> いや、でも僕、結構、例えば、誰かんちでトイレ行くとか、<え>お店でトイレ行くとなると、トイレ入る前とかに、うん、近くにそう、トイレのドアの。 ちょい手前に洗面台があればあこれ洗うんだなと思うしなければトイレのあそこ洗うんだなと思うし大体そういうとこはそこにタオルがついてるよねそう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 、うん、だからそういうもんだと思ってたんだけど水ちょろちょろなくてタンクしかないとこもあるじゃんあるねそういうところはさ同時にタオルも置いてなくて多分外に手洗いがあるはずだよね まあ、そそそうじゃそこにタオルだけ置いてあったら何難 <laughs>、うん、しいじゃん。<笑><笑>うん、タオルがあるところでは手を洗うってことなんだよ、多分人類ってそうそう、タオルが目印なんじゃないのあ、そうなんだ。うん、あ、タオルがある。ってことはここで手洗えるって。タオルがあるってことはどっかから水が出るはずっていう。そんな謎解きゲームみたいな感じなの <laughs> そ,そうそうそう。いやー、びっくりした。僕結構ハンカチも持ち歩いてて、あのうん、そもそも何手洗うのが好きだから、一、うん、日何度も。 とはいはいなんか何すごい中途半端なでもあれってさ流したら出てくるじゃないですか、うん、その辺がもうやっぱシームレスに繋がってんのがいいんじゃないのこう例えばなんかトイレのドアを開ける前に洗いたいんじゃないですかああそのニーズは分かるめっちゃ分かる、うん、かといって蛇口もひねりたくないみたいなニーズもあると思うんだよね手を洗う前に なるほどだから自動で出てくるんだと思うんだよ。はい、はい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 。うん、なるほどね。うん、おお、今一番論理的に更に落ちた。日本人ならではのその病的なまでの工夫なんじゃないのあれって。へえ<ー>。流す水が流れる自動でそれで手を洗うみたいな。そしたらトイレの取ってというのは必ず手を洗った人だけは触れるみたいなそシステムなんじゃないですか。知らなかった。 あでもお粗末だよねあれねかなりね<え>設備としてはそうなのもっとさ手洗うところって何つまやじもあります綿棒もあります何に使うのか分かんないようなマウスウォッシュもありますみたいなところもあ、ね、そう,そう,そうでいろいろあって鏡見てみたいないろいろできますなってるのに何あの3 5チかけ1 0ンチぐらいの <laughs> あれねマウスウォッシュがある飲食店はエロいっていう気がするんですよ僕 ちょっとごめんなさい。はい、何言ってるか。ごめん、何でもないわ。<laughs> 何でもないわ。<laughs> いや、でもあれは手を堂々と洗うものなんじゃないですかなるほどね。うん。じゃあもし、これを聞いてて、トイレの使い方、他にも、知らないのこういう風に使うんだよ <laughs> こ。この機能は知ってるとかがあれば、ぜひ、ハッシュドングリーフェムつけてツイートしてみてください。ツイートじゃないのかもね、もうね。ポストだね。おポストしてみてください。 いやーやっとずっと長年の疑問だったの言えたわこの間さこれ結構前なんだけど、うん、東中野の雑談行ったらさ、うん、トイレメーカーのトトトトっていうのはリクシルかなあれト o ト o、うん、リクシルっていうとこ作ってるのかなうん TOTO の人ともう一個その2教頭みたいな会社の人がいて、うん、トイレメーカーの人が2人いてさ たまたまトウトウと,、えー、とーイナックスあ,あそうそういうやつが二大挙頭かな。ちなみにそれ、トウトウとイナックス。逆から読むと兄 VS 弟なんで。兄弟でやってるんです、それは。そうなの,そうなのイナックスと<ー>トートー弟×兄になる。ああ、ほだ。信じるかどうかは信じない。その二人にさ、 トイレの話聞いたらめちゃめちゃ面白かったよ。どんなトイレの話なんかね、昔と今だとトイレの性能がめちゃめちゃ上がってて、うん、流すとき1回に使われる水の量がもう半分ぐらい乗ってんだって。えー、この10年、20年で。うん、はいはい。その分あの、水流とかをつけることによって、ちゃんと流れるてるとなんかね、ぐるぐる回すようにしたもんね、じゃじゃなくて、ねうん、そういう進化によって、かなり変わってるという話を聞いて。あとどの、うん どの会社のビルにはとうとう金必入っているとかあるらしいね。<ー>財閥的なつながりっていうのがあって。三菱系にはとうとうですたそうそうそう、そういうのがあるんだって。へえ<ー>。あと JR の駅とか、ルミネとか JR 系列には必ずここ入るとか。えー、その話めっちゃ聞きたいんだけどめっちゃ面白かった。どっかいない,い,ないんですか二人に聞いたから。あ、そうなんだ。普通に口頭的だそ,、うん、そうそう、ポッドキャストとかじゃなくて。そういうトイレシェアの話、すごい面白かったな。 えー、だって、あの o t ト,トとイナックスでもほぼシェア100%とからそうそうで、僕の好きなトイレは、うん、サイゼリアにあるサイゼトイレ知ってる水面が泡わなんですよ <laughs> それって別にさ何トイレ側では何にもしてないんじゃないの,あのトイレにドボンみたいに入れてるだけじゃない,いや、そうじゃなくてねあの必ずトイレの水面が泡わになるトイレとなってへえ<ー>。それはかなりあの どっかのメーカー作ってんだけどそれはイナ n ク x でも TOTO でもない第三者のメーカーらしいんだよね。うん。みたいなね、話を聞いて。ぜひトイレポッドキャストやってほしいって俺は話したんだけど。やってほしいね。うん、それ聞きたいわ。あ、洗うのかなパナソニックの。そうだ、パナソニックだね。意外とパナがシェア少ないけど、いい機種があるらしい、ね。あ、そうなんだ、うんえー。パナ高いんだよ。だからあんまりでかいところがね、入れないよね。